あ、安いよ、安いよ、みたいな。皆さん、こんにちは。自称レゴブルだ。ゆいだ。今回紹介するレゴはこちら。はい、こちら。レゴマインクラフト村人の交易所です。今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。今回のこちらのマインクラフトは行商人と大河の鉱山がモチーフとなってます。毎回言ってるんですけど、レゴマインクラフトの完成度はすごい高いので、今回のこちらのセットも作るのが楽しみです。今回付属するミニフィグはスケルトン、スティーブ、行商人、ヤマが2匹です。行商人といえば、僕マインクラフトめちゃくちゃ遊んでるんですけど、僕の今住んでる村の地下に鉱山があるんですよ。そこになぜか行商人がスポーンしてるんですよね。基本的にどこでもスポーンするのかな。はい、箱の後ろはこんな感じです。では開けましょう。箱の中にはパーツが入った袋が2つと説明書が1冊です。はい、それではこちらの村人の交易所を組み立てます。はい、完成！村人の交易所です。おー、今回のセットもなかなかいいですね。ただマイクラで行商人の小屋ってあったっけ？多分僕はなかったと思うな。レゴマインクラフトで大河系のバイオームのセットを初めて組み立てたんですけど、いやもう本当にこれゲームですよ。何度も言ってるんですけど、レゴマインクラフトって本当に素晴らしいですよね。僕の中でレゴとマインクラフトってやっぱ似てますね。はい、こちらが村人の交易所に付属するミニフィグです。スティーブ、スケルトン、行商人、行商人のラマが2体です。はい、まずこちらがスティーブです。全体はこんな感じです。いつものレゴマインクラフトのスティーブと一緒です。はい、続いてはこちらのスケルトンです。全体はこんな感じです。スケルトンもスティーブと同様ですね。なんかこれといって変わってるところはありません。はい、続いてはこちらが行商人です。全体はこんな感じです。行商人はレゴマインクラフトの村人のイカラアイテムとなってます。はい、村人と比較するとこんな感じです。ほんと一緒でプリントパーツが違うだけです。僕レゴマインクラフトの村人のミニフィグ2体しか持ってないので、こういう村人のミニフィグだらけのセットとか発売してほしいです。ちなみに僕実際のマインクラフトで村を拠点にしてるんですけど、村人が
何人ぐらいだったっけ、2、30人ぐらいいるんですよね。なんでそんなに増えたかというと、実は村人を1個の家に全員収納して、そこから村を開拓してったら、なぜか知らないけど、めちゃくちゃ増えてました。なんか最近のマインクラフトって村人増やしやすくなってるんですね。これ以上話すと長くなっちゃうので、1回ちょっと置いときます。はい、そしてこちらがラマです。全体は、このように、なってます。僕はラマといえば僕行商人についてるイメージしかありません。ただ一応野生のラマもタイガのバイオームや高い山の上にスポーンすることもあります。ラマといえば僕洞窟探索してる時に行商人とラマが廃校にリスポーンしてたんですよ。その時に近くにゾンビが来たんで、ゾンビ倒そうと思ったら間違えてラマに攻撃が当たっちゃって、それで何されたかというと唾吐かれました。実際のラマも唾吐くので、これは完全にラマを再現してるところが本当に素晴らしいと思いました。ただ唾吐く音が結構リアルなんですよね。これ唯一残念なのがロープついてないんですよね。行商人ってラマ連れてる時にロープつけて連れて行ってるんですけど、残念ながらこのセットどころかレゴマインクラフトにこういったロープ入ってないので、そこが残念かなって思いますけど、一応はロープはついてるっていう設定にすればなんとか大丈夫でしょう。はい、それではこちらの村人の交易所のギミックについて説明します。主なギミックは2つで、まず行商人の小屋の台が回転するのと、後ろの TNT が爆発します。で、TNT の爆発といえば前回作った襲撃のセットでもありましたよね。レゴマインクラフトってこういう爆発ギミック結構好きなんだな。ではまずこちらの行商人の小屋の机を回転させます。では行きます。はい、こんな感じです。ではもう一回回転させます。せーので、こうしてみるとお店屋さんごっこみたい。行商人が来た時にこの台を回転させて、あ、安いよ安いよみたいな。では続いてはこちらの TNT を爆発させます。やり方はこのレバーを押すだけです。いきます、せーので。はい、こんな感じです。なんか前回の檻より結構飛びますね。そもそも今回パーツ自体が結構少ないので結構飛びやすいな。では別角度でもう一度、せーので。ギミック自体結構シンプルなんですけど、これはこれで面白いな。そして中の廃校はこのようになってます。そういえば僕タイガバイオームで廃校見たことないんすよね。なんかバイオームが違うだけで廃校とか変わってくるのかな。これはちょっと気になりますね。はい、レゴマインクラフト村人の交易所はこんな感じです。よし。はい、ということでレゴマインクラフト村人の交易所を組み立ててレビューしていました。先ほども言った通り、僕はレゴマインクラフトのタイガバイオームのレゴマインクラフトを組み立てたのは初めてですが、今回のレゴマインクラフトも実際のゲームに近いように組み立てられてとても良かったです。ただ個人的にこの行商人の小屋ってあったかなかったかどっちかわかんないんですけど、多分なかったと思います。もしあった場合はちゃんと探してみようと思います。であとは今回付属するラマと行商人のミニフィグも実際のゲームにちゃんと作られてあったので、これも素晴らしかったです。であとはこちらの TNT ブロックの爆発ギミックも面白かったです。レビュー中にも言ったんですけど、できれば今後発売されるレゴマインクラフトのセットは村人やウィッチやエボーカーなどといったまだ出てないモブや手に入りづらいモブのセットが出てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。もし出たら僕は2、3個は買うかもしれません。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。